してるんだろう。そういえばよくわかんないね。私たちには関係ないもの。どこかのアイドルじゃないんだから。そうそう、私たち極めて普通だし。でもなんで私たちなんかのファンクラブがあるんだろうね。ほんとほんと、普通の女の子なのに。もうそんなこと言って。急にそんなこと言われたらなんだかその気になっちゃうじゃない。ねえねえ、じゃあダーリンも一条ファンクラブに入ってみる？うんうん、いいね。何をやっているのかもわかるし。ジャンクション。え、本当に？ダーリンが入ったら私たちたくさんサービスしちゃうから。今変な想像したでしょ。でも今思ったサービス、ダーリンにだったらしてあげてもいいかな。ほらやっぱり嘘つけないんだから、ダーリンは。あ、そろそろ行かなきゃ。それじゃあね、ダーリン。入会お待ちしております。バイバイ。お、やっほー。ううん、素敵なダーリンの喜ぶ顔が見られて、私たちの方がごちそうさまだったよ。また食べたくなったらいつでも言ってね。うん、レパートリー増やしてまたのご注文をお待ちしております。お、スミレコちゃんやる気満々だね。秘密レパートリーで勝負よ、カオルコちゃん。え、いつの間にレパートリーを。よーし、私も負けないわよ。と言いつつ本当はお互い試食したりとかしているんだけどね。自分じゃ味がわからなくなるから誰かに食べてもらわないと。次は新しいメニューに挑戦するから楽しみに待っててね、ダーリン。今度はちゃんと前もって言うからね。それじゃあね。あ、そうだ、私たち謝らなきゃ。何のことって。学食のこと、本当にごめんなさい。この前私たちのせいでダーリンの学校の食堂が大騒ぎになっちゃったでしょ。それ以来ダーリン学食への立ち入りが禁止になっちゃって。本当？この前街で偶然大阪くんに会った時に聞いたの。本当にごめんね。やっぱりダーリンは優しいね。うん、じゃあカオルコちゃん、これからは私たちが毎日お弁当作ってダーリンに届けなきゃね。うん、そうだよ、私たちのせいなんだから。あ、そうだよね。それじゃあ学校のないお休みの日にダーリンのお部屋まで届けさせてもらいます。ダーリン、今度はひなぎく家に出入り禁止？
おかえりなさい。今日はちょっとお知らせがあって。うん、そう、この前の約束のこと。え、もしかして忘れちゃった？授業参観に来てくれるって。本当に忘れてたの？当たり前よ。私たち本当にダーリンに来てほしいの。ありがとう、ダーリン。それで日程なんだけど、今度の土曜日なの。うん、そしてなんとお芝居をやるんだよ。もちろん私たち生徒全員出演で。クラスごとの団結を外部に示すとか建前はあるみたいだけど、要するに先生たちもただ授業を見せるだけじゃつまんないってことじゃないかな。ただ授業やるよりそっちの方が楽しいからいいの。まあそんなわけで、ダーリンが来てくれるのを楽しみに待ってるからね。それじゃあ今日は帰るね。早く帰ってセリフの練習の続きしなきゃ。ダーリンに見てもらえるんだもん、頑張ろうね。ファイトー。あおはよう。グッモーニン、ダーリン。うん、昨日言ってた授業参観日のことでちょっとね。昨日は詳しい話しないで帰っちゃったから。最初に授業参観があって、その後私たちのお芝居の発表会があるの。だから最初は教室に来てもらうことになるのね。あー、それは多分大丈夫だから。ダーリンは気にしなくて大丈夫だから。あと K の入場だけど、受付が終わってから入れてもらうのは難しいから遅れないで来てね。うん、多分入り口で先生に止められると思う。うちって女子校だからその辺はやっぱり厳しいみたい。それはいいけど、結局のところ教室まで来てもらわないと。まあ時間通りに来てもらえれば問題ないんだし。うん、そうだよね。あ、そうだ、私たちの教室は2年 C 組だからね。どうしたの？ダーリン？
そうだよね、お休みじゃないから。申し訳なさそうな顔しないでよね、スミレ子ちゃん。そうそう、元はといえば勝手に盛り上がっちゃった私たちが悪いんだし、学校の授業があるのに出てきてなんてちょっと無理よね。無理言っちゃってごめんね。じゃあ私たち遅れちゃうしもう行くね。バイバイ。ちょっといい？うん、ちょっと気になることがあって。今朝ね、学校の近くでカオル子ちゃんとスミレ子ちゃんを見かけたんだけど、とても暗い顔をしていて、私たち声をかけたんだけど全然耳に入っていなかったみたいで、それで心当たりがないかなと思って。あんなに元気のない一条さんを見るの初めてだったからちょっと心配で。そんな申し訳なさそうな顔しないでよね、スミレ子ちゃん。そうそう、元はといえば勝手に盛り上がっちゃった私たちが悪いんだし、学校の授業があるのに出てきてなんてちょっと無理よね。遅いよ、もう。実はついさっきまでカオル子ちゃんとスミレ子ちゃんがいたの。あなたのことを待ってたんだけど、そこにファンクラブの人たちが大勢やってきちゃって。大騒ぎになるといけないからって言っちゃったの。それじゃあまた、さようなら。Thank you.
クラブの人とか。ダーリンを待ってたらファンクラブの人たちに見つかっちゃって、なんとか逃げたんだけど、走って追いかけてくる人もいて思わず隠れちゃった。あ、うん、そうだけど、いいの？うん、ありがとう。そうだね、行きましょう。わあ、綺麗な夕焼け。明日は晴れるね、きっと。絶好の演劇日和だね。もっとも舞台でやるんだから外の天気は関係ないけどね。そうだね。ねえ、総愛中学の創立記念日っていつ？創立記念日ってほら、学校お休みになったりするでしょ。そっか、じゃあダメか。しょうがないよ、カオルコちゃん。なんでも、ちょっと明日のことで緊張してるだけね。そうだよね、スミレコちゃん。うん、そうそう、ちょっと緊張しちゃって。ついちゃった。うん、ダーリン、今日は送ってくれてありがとう。じゃあ私たちこれで。どうしたの？ちょっと緊張してるだけ。え？なんで知ってるの？スミレコちゃん。あ、ごめん、カオルコちゃん。でも、どうして？バキュンタイム！そんなこと言われると、参っちゃうな。やっぱりダーリンに隠し事なんてできないか。ああ、ないない、そんなことない。うん、今さらかもしれないけど、ダーリンにはちゃんと話しておかなくちゃ。いいよね。あのね、実はダーリンの言う通りなの。パパもママも仕事のスケジュールが開けられなくて。
来られないの。ほら、私たち双子だし、いつも一緒にいるでしょ。だからパパもママも親が行かなくても寂しくないだろうとか思ってるみたいでこういう時双子って損よね。でもそういうことにももうだいぶ慣れちゃったけどね。授業サボってくるなんてダーリンが先生に怒られちゃうもん。うん、そうだよ、絶対ダメだって。それに劇って言ってもそんなに大したものじゃないし、わざわざ見に来たらがっかりしちゃうかもしれないし。ありがとう。でも私たち本当に大丈夫だから心配しないで。そうそう、誰も来てくれなくて寂しいなんて全然ないよ。あ、話し込んでたらもうこんな時間。じゃあ私たちこれで。またね、ダーリン。今日はありがとう。それじゃあバイバイ。はい、それではこの文を2読んでもらおうかな。あら、ちょっと、もう授業中にぼんやりしてちゃダメよ。じゃあ同じところをキラさん読んでくれる？はい。 Farewell we go toあの先生、ちょっといいですか？あら、どうしたの、ユラさん。すみません、ちょっと彼の具合が悪いようで。あ、ほんと？先生、保健室に連れて行った方がいいと思います。そうねじゃあ二人とも保健室まで付き添ってあげて。はい、わかりました。はいはい、何言ってもダメ。じゃあ桜月さん連れて行くわよ。はい、さあ行きましょう。行きますよ。あなたには行くところがあるんでしょ？そうそう、行かなきゃいけないところがね。前から話は聞いたわ。一条さんたちのところに行く決心がついたんでしょ？君を見てたら分かったわ。まあ他の女の子を喜ばすのはなんだけど、君がそうしたいならね。行ってらっしゃい。しっかりね。急げばまだ間に合うはずよ。頑張ってね。早く行きなさい。女の子を待たせちゃダメよ。来たわね。
拷問はダメよ。今なら通用口が開いてるから中庭から行きなさい。あとはうまくごまかしておいてあげる。教師としてはあまりいい選択じゃないけど、でも行くって決めたんでしょ。ならそれを助けてあげるのが私のやり方よ。ちょっと焼けるけどね。頑張ってらっしゃい。いいから、今は話を合わせて。そうそう、そういうことにでもしておかないと何されるか。大丈夫、だって嘘はついてないもんね。え、カール子ちゃん。待たせちゃダメよって後片付けやってくれるって。照れない照れない。せっかくみんなが気を使ってくれたんだし、無駄にしたら悪いもの。でも今日は本当にびっくりした。いきなり教室にダーリンが現れるんだもの。うん、最初何が何だかわからなくて思わずポカーンってしちゃった。でもダーリンが来てくれたって分かってもう胸がいっぱいになっちゃって、うん、すっごく嬉しかった。家に入り込もうとしてたらしくて、先生たちてんてこまいだったみたい。まったくね、何が目当てであんなにいっぱい来たんだろうね。
よく学校抜け出してこっちに来られたね。大変だったでしょう。そう言ってもらえると私も嬉しいよ。一生懸命お芝居の練習した甲斐があった。ダーリン、え、協力って？可愛がられてたから。でもそんなことして大丈夫かな。あの二人結構すごいと思うよ。あとが大変かも。それで肝心のお芝居はどうだった？うん、自分ではなかなかの出来だったと思うけど。その通り、男装なんて初めてだから楽しかった。まあ、双子で主役なんていくらなんでも不毛でしょって思ったんだけど、多数決で決まっちゃったし仕方なかったのよ。そりゃあもうすんごい勢いで練習したもんね。えへへ、セリフなんかまだ空で全部言えちゃうかも。でしょ？ねね、他には？より私のことを見てほしいのは一人だけだもん。あ、でもそのありがとう。あー、そろそろ戻らないと。任せっぱなしじゃ悪いから。ちょっと話し込んじゃったね。きっとみんな待ってるよ。うん、私たちも来てくれて本当に嬉しかった。じゃあ行くね。バイバイダーリン、またね。